五族は中央アジア全体やモンゴル高原異星にあるアルタイ山脈を中心に東ヨーロッパから北アジアに至る広大な地域で話される五族である。歴史学の成果から本来このチュルク五族を話す人々は中央アジアモンゴル高原からシベリアのあたりにいたと考えられる。分布がチュルク五族と隣接するモンゴル五族。 ツングース語族とはいくつかの言語の特徴を共有するため、チュルク語族とこれらと合わせて、アルタイ諸語という説もあるが、多くの言語学者はその説を否定している。アルタイ諸語の相互の系統関係は証明されていないが、もし、アルタイ諸語を同一の相語を共有する、アルタイ語族として認める立場に立てば、チュルク語族は、チュルク語派と呼ぶべきである。このような経緯から、 単に、チュルク諸語と呼ばれることが多い。各語群内では、言語間の共通性が大きく、意思疎通は容易であると言われる。その分布の広大さに比べて、言語間の際は、比較的小さく、チュルク諸語全体を一つの言語、チュルク語とみなし、各言語をチュルク語の方言とする立場もあり得る。特にンゴ群の和者は、イスラム教を受け入れた結果、アラビア語、ペルシア語から、 多くの語彙を取り入れているため、語彙上の共通性が大きい。政治的経緯からトルコ語を除く、諸言語はロシア語からの借用語も非常に多い。現在のブルガリア語はスラブ化した言語であるが、ブルガリア人の先祖である、ブルガール人はバルカン半島にやってくるまでは、ブルガール語派を話すトゥルク系民族であった。なお、経緯は全く異なるが、現在のブルガリアが、 オスマン帝国支配を受けた経緯で、ブルガリア語にはトルコ語の語彙も多く取り入れられている。トゥルク諸語の最古の文献は、第二カガン国時代の686年から687年頃に建てられたチョイレン名文と呼ばれる特決碑文で、古トゥルク文字で書かれた。その他の特決碑文は、モンゴル高原の各所に残る。745年に特決を滅ぼした。 ウイグルも古ルトゥルク文字を受け継いだ。モンゴル高原から中央アジアに移住した後、8世紀には、ソグド文字を改良したウイグル文字を使用して、コウイグル語が書かれた。この言語は、天山ウイグル王国を建てると、公用語となった。なお、コウイグル語は後日の茶型エ語に連なる現代、ウイグル語とは、系統が異なる。イスラム教を受け入れたカラハン朝では、 アラビア文字でチュルク語を書き取るようになり、クタドグビリクのような文学作品が表された。その後、中央アジアではチャガタイ語、アナトリアではオスマン語がそれぞれアラビア語、ペルシア語の要素を取り入れた天ガな文章語として発展した。20世紀に入ると文章語の簡略化が進められ、各地の口語を基礎とし、ラテン文字やキリル文字で書き表される新しい文章語が生まれた。 しかし、依然としてイランなどでは、アラビア文字が使用されており、中国でも一度ラテン文字化が進められた、トゥルク系書言語が1980年代にアラビア文字表記に戻されたので、現代トゥルク書語を表記する文字は大きく分けて3つ存在する。ソ連崩壊後、旧ソ連のトゥルク書語では、キリル文字からラテン文字へ移行する動きが見られる。 ロシアのタタール語などもラテン文字への移行を目指しているが、ロシア政府の介入によって、ラテン文字の公的使用は制限されている。日本語と同じく、目的語や実語に助詞や活用語尾が付着する公着語で、母音調和を行うことを特徴とする。文の語順も、基本的に、日本語に近く主語目的語述語になる言語が多い。注力諸語は、 音韻などの特徴からいくつかの語群に分類される。以下に、各言語のうち主要なもののみを例示する。https://www.jstor.org ステーブルスラッシュ419283778。シクエンスイコール 1200783384? アバール語とは全く別の言語である。 ありがとうございます。